純一くん、お前さん、よく見たら綺麗な顔しとるの。いえ、そのようなことは。ある、終わりじゃ。こういう男前がいるとおなごがたくさん寄ってくる。よっしゃ、純一くん、これからわしと遊びに行くで。遊びにですか。しかしこのような時に。こういう時だからこそ、知らん間にたまった疲れを解消して明日からの戦いに備えんとな。それにわしはお前さんと仲良くなりたいんじゃ。仲間をよく知り信仰を深めるのは戦う上でも必要なこっちゃろ。確かにおっしゃる通りかもしれません。承知しました。ぜひともお付き合いさせてください。そうこなくちゃな。いやー、今夜はたっぷり楽しめそうじゃ。